アップル TV、アップル TV、アップル TV は、アップルが開発、販売する、セットトップボックスである。2006年9月12日にコードネーム、IF、i t v として発表された。家庭内で、ビデオコンテンツを iTunes からテレビへ、無線 LAN あるいは有線 LAN を通して配信することが、できるほか、YouTube の映像も見ることができる。また、 2008年1月15日より iTunes ストアから直接コンテンツを購入したり映画のレンタルもできるようになった。Apple TV は2006年9月12日にサンフランシスコのジェバブエナセンターフォーザアーツで開催されたスペシャルイベントの終盤にスティーブ・ジョブズ CEO が IF というプロジェクトのコードネームで発表した。予定価格は299ドルとされた。 アップルが開発段階でハードウェア製品を発表するのは異例のことであった。2007年1月10日にアップルは正式名称をアップル TV 日本でのメーカー希望小売価格を36,800円と発表し同時にアップルオンラインストアで注文の受付を開始した。出荷予定日は当初2007年2月とされたが延期され3月22日に 出荷が始まった。2008年1月15日にサンフランシスコで行われたマクワールド2008でスティーブ・ジョブズ CEO が Apple TV の値下げとアップデートをアナウンスした。このアップデートによって iTunes の新しいサービスである iTunes、ムービーレンタルにも対応し、今度は Mac や PC に同期せずに単体で iTunes ストアにアクセスできるようになった。 ムービーレンタルは DVD 解像度の他に HD 解像度でドルビー 5.1CH サウンドに対応した。転送速度は1本あたりの容量と再生時間から計算。また HD 対応のポッドキャストにも対応している。これに伴って GUI も一新した。2010年9月1日の Apple2010 秋スペシャルイベントで第二世代 Apple TV が発表され。 99ドルへの値下げ、製品も4分の1に小型化し、内容も大幅に刷新された。この刷新では、従来の HD ムービーに加え、大手放送局提供の TV 番組が1話につき99セントで、レンタルできるサービスが加わった。また、米国で人気のネットフリックスへも対応した。2015年9月10日に発表された第4世代アップル TV では、 iOS ベースの新プラットフォームである Tibios を採用。これにより、サードパーティー製アプリの使用が可能になるなど、機能が大きく刷新された。ABC、FOX、デズニーチャンネル、BBC アメリカ提供による、HDTV 番組が99セント、HD ムービーのセレクションが4.99ドル。無線 LAN、i、EE、e e 8 0 2 1 1ビット、G。 N ドラフトまたは Ethernet で特定1台のパソコンの iTunes と自動的に同期し内蔵の HDD にコンテンツを貯めることができる。また5台までのパソコンからストリーミングを受ける機能も備える。同期、ストリーミングは MacOS 10、Windows の両方に対応している。製品には Apple リモートが付属しフロントローと同様の GUI を実装して 簡単なメニュー操作で各データを閲覧、再生できるようになっている。出力解像度は 720p に対応している。ハイビジョンテレビとの接続を考慮した設計のため、Apple 製品では初めて HDMI 端子とコンポーネント端子を搭載している。新たに Apple A4 プロセッサが搭載され、電源が内蔵された。 CPU、GPU、メモリなどの構成部品を Apple A4 に集約し、HDD、コンポーネント端子が撤廃されたことによって、本体サイズが約4分の1に小型化し、99ドルへの大幅な値下げを可能とした。内蔵ソフトウェアも大幅に刷新されている。iOS が搭載され、従来の HD ムービーに加え、 大手放送局提供の TV 番組が99セント1話でレンタルできるサービスが加わった。また、米国で人気のネットフリックスへも対応した。さらに、新発表のエプラ、Q、エトンズによって、Mac や Windows PC、iPhone、iPod Touch、iPad からでも、音声や画像、映像を Wi-Fi 経由でストリーミング再生できるようになった。 無線 LAN は IEE802.11A, B, G, N に対応し 2.4GHz 帯のほか 5GHz 帯での接続が可能となった。イーサネットポートはギガビットイーサネットに対応。付属する新しい Apple リモートのほか、リモートアプリをインストールした iPhone、iPod Touch、iPad を使用してのリモートコントロールが可能である。 2012年3月16日発売、Apple A5 プロセッサ、シングルコアを搭載し、GUI と HDMI 出力は 1080p に対応。これにより、フルハイビジョンテレビとの接続に限り、1080p 動画をダウンコンバートせずに再生が可能になった。2013年1月28日には、 内部の一部部品が刷新された第3世代アップル TEV が発売されたが、外観、機能などに変化はない。2015年9月10日発表、同年10月26日からオンラインでの注文受付が開始され、同30日より出荷及び店頭での販売が開始された。価格は 32GB モデルが18,400円。 64GB モデルが24,800円。第三世代も、併売を続ける。CPU には新しく、Apple A8 プロセッサを搭載。出力端子は、HDMI1.4 のみとなり、光デジタル音声端子は撤廃された。オーディオフォーマットでは新たに、Dolby Digital Plus 7.1に対応した。iOS をベースに開発された、Tibios を採用し、 GUI がシリリモートでの操作に最適化される形で刷新された。また Apple TV では初めて App Store に対応。開発者にはソフトウェア開発キットとして Tibios SDK が提供され、Apple TV 用アプリの開発、配信ができるようになった。従来の Apple リモートに代わり、シリ用のデュアルマイクやタッチサーフェス、 加速度センサー及びジャイロスコープなどを備えたシリリモートが同梱される。アップルリモートが本体との通信に赤外線を利用していたのとは違ってシリリモートは Bluetooth 接続である。シリボタンを押しながら話しかけることで動画や音楽の再生、停止、スキップなどの操作からジャンルや俳優名などからの映画作品の検索、天気予報やスポーツの試合結果の表示など、 音声で様々な操作をすることができる。また方向ボタンの代わりに、Apple がタッチサーフェスと呼ぶタッチパッドを搭載し、これをスワイプするなどして、画面上の選択を切り替えたりスクロールしたりする。HDMI セックに対応したテレビであれば、Siri リ,リモートからテレビ本体の音量を操作することも可能となった。Siri リ,リモートはゲームコントローラーとしても使用できる他の認定を受けた。 他社製の Bluetooth ワイヤレスゲームコントローラーを使用できる。当日の第5世代発表後も 32GB モデルのみ、併売されている。Apple TV4K という名称で2017年9月12日発表、9月22日発売。4KHDR 画質に対応。CPU は新しい Apple A10X を搭載。 ストレージは 32GB 及び 64GB。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。